お待たせ。前回はオートモードでいろいろ撮ったでしょ。今回はマニュアルモードで撮るカメラの設定をしよう。で、マニュアルといった場合にレンズにはマニュアルフォーカス、オートフォーカスとマニュアルフォーカス、カメラにはマニュアルモードっていうマニュアルっていうのがあるので、レンズのマニュアルとカメラのマニュアルを混同しないようにしていきましょう。はじめにレンズの方ですね。ここにレンズのオートフォーカスとマニュアルフォーカスのスイッチがあります。オートっていった場合にレンズではオートフォーカス、マニュアルフォーカス、カメラではオートとマニュアルモードっていうふうに、マニュアルとかオートっていった場合にレンズとカメラと両方あるので、これを混同しないでくださいね。では次、カメラの設定に行きます。これが電源のオンとオフで、中にあるのがシャッターボタン、この C1 っていうのがカスタムボタンで、 ISO 感度とかホワイトバランス、その他いろいろ設定できます。で、このコントロールダイヤルはシャッター速度とか絞りとか、またその他いろいろ設定できます。で、モードダイヤル、ここに小さいけれどもフラッシュがついてます。ガイドナンバー6なので、わずかな光だけれどもフラッシュがついてます。そしてここにホットシューといって、例えばこういうマイクを、ソニーの純正マイクですけども、マイクをこう取り付けたり、他にはこのフラッシュがちょっと小さすぎたから、こういった大きいストロボですね、これは国産の日清です。このストロボを取り付けたりできます。ここはホットシューと言います。アクセサリーシューとも言いますね。次は、はい、カメラの背面です。液晶画面の方ですね。で、まず最初にやってほしいのがここの視度調整です。視度調整っていうのは、電源を入れてボタンを半押しするとピントが合います。で、レンズのピントが合ってるのにファインダーを覗くとぼやけることがあります。この時にこの視度調整を、ダイヤルを回してピントが合ったところがくっきり見えるように調整してあげます。これやっとかないとね、ファインダー覗いた時にぼやけた画面ばっかりになります。で、次にメニューボタンです。メニューボタンには大きくカメラマーク、ギアマーク、通信マーク、アプリマーク、再生マーク、カバーマーク、6つあります。カメラマークのところは画像サイズ、これは2400万画素ですね。これは僕の設定ですね。ちょっと見ておいてください。次、動画は 4K が撮れますね。フラッシュモード、オートフォーカスの駆動速度、これも調整できます。速攻モード、マルチとか中央とかホワイトバランスなんかもありますね。超秒時ノイズリダクション、高感度ノイズリダクションなどもありますね。美肌効果、手ブレ補正登録。次にギアですね。これはゼブラ、マニュアルフォーカスアシスト、ピント拡大とかありますね。マーカー設定、音声レベル、ピーキング、こんな感じの設定にしています。見ておいてください。僕はこのカスタムキーの撮影っていうのをこう触ってます。どういう風にしているかというと、カスタムボタン1、ここですね、シャッターボタンの隣にあったところ、カスタムボタン1を ISO 感度にしています。カスタムボタン2をホワイトバランスにしています。こういう風に、これは自分で好みに応じてこういろいろ合わすことができるので、合わせてください。で、ムービーボタン、これは
常に有効か、動画モードの時にのみ有効かですね。ここに動画モードのボタンがあります。いつも有効にしていると誤って押されてしまう時があるので、僕は動画モードのみ有効にしています。次、通信ですね。スマホ転送とか、飛行機モード、機内モードですね。あとアプリ再生モードで、カバンのところですね。モニターの明るさとかいろいろですね、調整できます。クリーニングモード、クリーニングっていうのはセンサークリーニングのことですね。センサークリーニングのこと、リモコンとかもありましたね。今リモコンですね。あとはフォーマット、バージョン。このカメラはバージョンが 2.01、 レンズのバージョンも出ます。レンズは01でありますね。で、以上です。で、ここに、オートフォーカス、マニュアルフォーカスってあります。これをレバーを上に上げて、ここのボタンを押すとマニュアルフォーカスになります。ここのリングで調整します。離すと普通にオートフォーカスです。AEL にすると、僕の場合はここを、押すと人の瞳にオートフォーカスを合わします。瞳オートフォーカスです。で、ファンクションボタンはこの通りですね。これもカスタマイズできるみたいですね。いろいろやってみてください。で、ディスプレイもいろいろあるんですけども、僕はこの2種類にしてますね。もうこの水平軸、緑のラインがありますね。これ水平軸、こんな感じで、ISO感度って書いてあるところは僕はフォーカスエリアにしてます。ワイドゾーン、中央、フレキシブルスポット、拡張フレキシブルスポット、ロックオン。ロックオンというのは動く被写体にフォーカス、これ半押しするとずっと追い続けます。で、これは1枚ドライブモード、1枚撮影とか連写とか、あとセルフタイマーですね。そういったものですね。で、さっき言ったようにここは僕はホワイトバランスにしてます。晴れマークとか曇りマークとかあります。晴れマーク、日陰マーク、曇りマークとか、僕はいつも自分でこう設定しています。今は 6000K 度です。これは再生ですね。今何も入っていません。以上です。そして僕の場合はマニュアルモードにして、ここのダイヤル、これをシャッター速度にしています。で、ここのダイヤル、これを絞りにしています。絞りです。これは自分の使いやすいようにね、いろいろ設定してみてくださいね。僕はシャッタースピード、絞りっていうふうにやっています。それではカメラでフォーカス設定しよう。まず電源を入れて、モードは M モード、マニュアルで、少しズーミングして、これぐらいがいいかな、こうしよう。で、まずファンクションボタンを押して、フォーカスモードを押して、シングルフォーカスモード、カメラが自動で切り替えるオートフォーカス、
コンティニュアスオートフォーカス、ダイレクトマニュアルフォーカス、マニュアルフォーカスで、コンティニュアスオートフォーカスを選びます。で次にメニューを押してギアマーク、ギアマークからこの7番678の7番のカスタムキーの撮影っていうところを押して、この中央ボタン、中央ボタンはこれのことです。この中央ボタンを押すとフォーカススタンダードになっているかどうか確認して、なっていれば OK で戻します。でこのフォーカススタンダードモードになっているとこのように四角いフォーカスポイントの周りに上下左右の矢印が出ます。そうするとこのように自由に好きなところに動かすことができます。この右上の葉っぱにフォーカスを当てて一枚撮影してみましょう。じゃあ今度は左下のオリーブオイルのボトルにフォーカスを当てて撮影してみましょう。それでは今撮影したやつを見ていきましょう。この再生モードを押すと、はい、これです。こちらのボトルにピントが合ってます。こちらがぼやけてます。その前に撮影したのはこちらにピントが合ってます。こちらがぼやけてます。このようにフォーカスポイントを自分で自由に選ぶことができます。さあでもう一回押すと矢印、上下左右の矢印が消えて今度動かせなくなります。フォーカスポイントを動かすときはボタンを一回押して上下左右の矢印を出して動かします。ピッ。それではまとめです。オートとマニュアル、カメラとレンズにそれぞれオートとマニュアルがあります。レンズの方はオートフォーカス、マニュアルフォーカス。オートは自動、フォーカスは焦点、カメラが自動的に焦点を合わせてくれます。マニュアルは手動っていう意味ですね。自分が手動でフォーカスを合わせます。レンズにはここにオートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り替えスイッチがあります。オートフォーカスはカメラが自動で、マニュアルフォーカスは人が手でピントリングを回して合わせていきます。でレンズにはこういったレンズもあります。このレンズの場合はオートフォーカスはこっち、マニュアルフォーカスはこっち、これで合わせます。次にカメラのオート、カメラのオートはオートモードですね。オートモード、カメラが ISO 感度やシャッタースピードや絞りなど全部自分で決めて撮ってくれます。でマニュアルモード、マニュアルっていうのは全部手動ですね。シャッタースピードも絞りも自分で決めます。で A はアパチュアバリューって言って絞りです。絞り優先モードで、絞りを、人が決めて、シャッター速度はカメラが決めます。 S はスピードバリュー、今度は、速度優先モード、人が速度を決めて絞りをカメラが決めます。で、プログラムモードですね、プログラムバリューというんですけど、これは、シャッター速度と絞りをカメラが決めます。
人間が決めるのは ISO 感度とかホワイトバランスぐらいですね。あとはカメラが決めてくれます。でこのアパチャーバリューですね、普段聞き慣れないと思います。ここに書いておきました。隙間とか絞りですね、絞った時隙間できますよね。これをアパチャーと言います。では